ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日もあの前回に引き続き、仮面巨人さんからいただいた、法内ハーモニスク対象関係等について解説しているとかありますか、にお答えするような形で、はい、今日は法内の分け方について、こちらエニアグラムあなたを知る9つのタイプと、9つの性格タイプからですね、進めたいと思います。こちらによりますと、センターによる、まず先週、前回やりました、センターによる分類のほかに、重要な3分類、精神科医のカレン・ホーナイの名前をつけた法内による分類というものがありますと。これはその彼女カレン・ホーナイさんが人が内的葛藤を解決しようとするときに3つの主要な方法を見つけることでフロイトの研究を発展させましたとあります。この、分け方としては、社会的スタイルなんて言い方もされるんですけども、タイプの945が有利型、126が追従型、融和とも言われます、融和とも言われますね、で378が、自己主張なんて言われておりますと。これはこの法内、社会的スタイルに分類によるわけは、この各タイプが主なニーズをどう満たそうとするかを教えてくれますと。どのようにして無意識に欲求を追求するかに気づけば、性格との強烈な一体化、要はよくオートメーションなんて言葉ちょっと言っちゃうんですけども、無意識な欲求に気づいて、そこから離れることができる、気づくことができるよと言われています。このまずはじゃあこの378自己主張なんですけども、自己主張は、他者に対抗する、自己中心的で自我拡張的ですと、ストレスや困難に対応するのに自我を強化したり肥大させます、困難に直面した時に後退したり、他の人に守ってもらうのではなくて、自我を拡張するとあります、これらの人たちは、自分の気持ちに触れにくい、なんてことが書かれています、例えばこの人たちが、たくさんの人でごった返している部屋に入っていったとします、その時、自己主張型の人たちであれば自動的に起きる反応は、私が中心だ、ここで重要なのは自分だ、自分が今ここに来たから何かが始まる、とか、例えばこのタイプ7の人は、私が来たからこれから面白くなるよって考える、タイプ8の人は私が来たんだから、私の相手をしなさい、でタイプ3の人は、この78とはちょっと違って、私を見てと、私の価値を認めて、なんてことを思いますと書いてあります。集団をコントロールしようとする人たちですよね。そうですね、無意識に、無意識にコントロールしようとする、で 1,2,6 の追従型、追従型は他の人の役に立つ必要がありますと、彼らは擁護者であり改革者、公務員、責任感のある職業人ですと、この3つのタイプ 1,2,6 は全て困難やストレスに対応するには、何をすることが正しいかを知るために、超自我と相談します、次のように自分に問いかけるのですと、他の人たちが自分にしていることにどうやったら答えられるだろう、どうしたらこの場で責任ある人間になるだろう、と考えますと、なのでこの追従型、自我示すように、他の人に追従するっていう意味じゃないですと、この自分の中にある超自我の欲求に対して、
どうしたらいい、この場で何を求められてるって聞いて動こうとする人ですと。でこれらの3つのタイプは子供時代に学んだルールや原理原則に従おうとしますよと。なので、まあ、先ほどの例7だったらこう思うよって挙げたような形で、この人たちがどう思うかというと、タイプ2の人はかわいそうな人たちと、みんなに関心を向けられる時間があればいいのに困っているみたいだと、私の助けを求められているって感じますと。でタイプ6の人は他人よりも上だって感じるようですと。例えば、まあ、ここで書かれているのは我々民主党員は共和党員より優れているんだっていう優越感になったりを、まあ、どこに属しているかっていうことですかね。自分はニューヨークに住んでいる、大都市に住んでいる、からロサンゼルスの人よりも上にいる、この集団に頼っているんですかね。でタイプ1の人はなんでこの場はいい加減なんだと、私が担当していればこんな状態にはならなかった、私が何とかしてやろう、正してやろうっていうのをこの人がいっぱいいるところに入った時に感じますよと。で有利型459なんですけども、459の人は意識化された自分と無意識のままにとどまっている気持ちや考え、衝動といったものにははっきりとした境界がありませんと。無意識は常に白昼夢や空想を通じて意識に出てきていますと。これらの3つのタイプはすべて、まあ、459ですね、世界との関わりから離れ想像の世界に入っていくことでストレスに対応していますと。タイプ9は安全で気楽な内なる聖地、タイプ4は無双的で理想化された空想の自己、タイプ5は複雑で頭を使う内なる組み立ておもちゃに退いていきますと。彼らは皆現実から離れて想像の世界にたやすく入っていくことができますと。でこれらのタイプは身体感覚にとどまったり想像の世界から出て行動を起こすのが難しいタイプですと。なので彼らがこの人に入った時、人がいるところに入った時に思う感覚は、例えばそのタイプ4の人はこの場は自分には耐えられないとか、まあ、今はその気分じゃないからっていう感覚を得たり、よく言いますよね、よく言う、よく言ってますよね。タイプ4の人は、はい、この例えばこう日本社会は生きにくいとか、まあそうですね、そういうようなこと、この場は自分には耐えられない的な、この学校は自分には向いてないとか、6のせいにされたりしますで、韓国の自己、あ、まあ、それそう、だからそれは6の社会じゃなくてもそう思うと思うんですよ。3の社会でも4の人だったらこの社会は生きにくい、あ、なるほど、みたいなことを多分、はい、4の世界じゃない限りは思うと思うんですよ。なるほど。で、まあタイプ9はちょっとこの4、5とはちょっと違うんですけども、まあ積極的に関わったりするかもしれないけども、心理的な距離は保ったままですと。なんでそのふんふんって笑顔で聞いてるけども、なんか釣りに行くことを考えたり、ちょっと気持ちはすごい引いていますよと。ただまあ相手に合わすのはとてもうまいと。このなんかよく会議とか、はい、でそれっぽくうんうんうんって聞かれるけど、はい、どう思うって聞かれるぞ、んって、あ、ちょっと聞いてなかったみたいな。なるほど。で、まあこの校内による分類は、各タイプがその自分のニーズをどう満たすかに採用する戦略について教えてくれますと。この自己主張タイプは、自分が欲しているものを手に入れることを主張、もしくは欲求しますと。手に入れようとしますね。はい。で追従型は、自分が欲しいものを手に入れるために自分をなだめて努力で手に入れようとしますと。それはその、まあ、自分のニーズを得るためで、得るためにいい子でいようとすると、あ、なるほどなるほど、いい子いい子ってされればもらえるからですかね。
そう、だからそう、もらうためにいいことやろう、はい、で有利型は自分が欲しいものを手に入れるために引くのですと、うん、自分のニーズを対応するために他人から離れます、うん、この引くっていうのは引いてもらう、もらうっていう感じじゃないですよね。ほう、人からもらうじゃなくて、はい、自分で手に入れるわけじゃないですか、はい、手に入れたものを奪われないようにする的なことですかね。この離れるっていうのは Q だとすると、この快適な環境を作るわけじゃないですか、はいはい、作った環境を脅かされないように逃げる、距離を置く、それがまあ空想の中だったりすることもあるってことですね。空想と現実がこう現実にも出てくるって書いてあったじゃないですか、はいはい、そう、空想が、はい、なるほど、うん、なんだ、こう侵略されるされないようにみたいなっていうことなんですね、うん、なんでこうあんまりもらう感覚はないですよ。多分4の人とかも、はい、こうクリエイティブじゃないですか、はい、なんでこう自分で作り出すんですよ。で5の人も多分自分でこう溜め込むわけじゃないですか、はい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 、だからこう誰かにこう与えてもらうとかっていうよりは、多分自分で手に入れたものを奪われないように、侵略され、侵害されないように、なるほどなるほど、というのがこの、うん、法内、はい、社会的スタイルによる分類、うん、これもまあ自分を知ることですかね、目的に、ね、うん、自分がどんな戦略で動いているかを知ることができる、うんうんうん、っていうのと、まあ、自分がどのタイプか、多分前回の動画でも同じこと言ってるかもしれないけど、はいはいはい、多分こう各タイプの特徴で見ると当てはまってしまうけど、はい、実際有利だよねっていう人いっぱいいるじゃないですか、とか逆に絶対自己主張でしょみたいな、はい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 、有利って言ってるけど有利はないわみたいな、ね、うん、追従型の人はちょっと、あ、そうそうそう、見え方はいろいろあるかもしれないですね。だからどっちかに見えちゃったりとか、はい、場面に応じて使い分けたりしちゃうと思うんで、まあ、場に合わせるので、ね、そうそうそう、場を読むのでそうなりますよね、うんうん、だけどこう有利の人とか自己主張の人は多分はっきりしてると思うんですね。頑張ってもこの辺じゃないですか、はい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 、いうはレベル、そうですね、追従型レベルぐらいしか、なんでご自身の思いよりも、うん、まあ、ここは人から見ると結構明確に分かるのかもしれません。どう考えても有利してるよねって、はいはいはい、人混みではこう絶対こう絶対人見知りじゃんみたいな、はい、なんでまあ、うん、この本でも選んだ性格タイプが、うん、まあ、自信がない場合は、うん、この法内っていうのがとても役に立ちますよとあります、うんうんうん、はい、なんで次はこの、三つ組3つの要素のうちの、うん、ハーモニクスの紹介をしたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。